後藤滝蔵11月没年不詳は、日本の検察官、裁判官、内務、警察官僚、政治家、感染県知事、文字市長、久留米市長、福岡県出身、後藤増蔵の4、男として生まれる。1910年7月、東京帝国大学法科大学法律学科を卒業、同年8月2日、司法省に入省、司法官司法となり、 東京地方裁判所及び、同検事局並東京区裁判所及び、同検事局で事務収集を命じられた。1912年12月10日、検事に任官し、予備検事、東京地方裁判所検事局兼東京区裁判所、検事局詰めとなる。以後、東京地方裁判所兼東京区裁判所検事、大阪地方裁判所兼大阪区裁判所検事を、 務めた。1916年1月11日、判事となり、横浜区裁判所判事に就任。その後、横浜地方裁判所判事を務めた。1917年1月17日、内務省に転じ京都府、葛ずの郡長に就任。以後、福島県理事官同志学館、滋賀県警察部長、香川県警察部長、岡山県警察部長、 群馬県内務部長、京都府産業部長、富山県書記官、内務部長、広島県書記官、内務部長、神奈川書記官、内務部長などを歴任した。1928年1月10日、鹿児島県知事に就任。1929年7月5日、千葉県知事に転任。農村経済の好転のため県産園芸品の品質向上に尽力。 1930年8月26日、知事を異岸面本館となり退官した。その後、文字市長を1931年12月から1937年8月まで務める。さらに、日本赤十字社総務部長、神戸市条約を歴任。1942年12月25日、久留米市長に就任。戦時下の対応や、 戦後の復興に尽力したが、公職追放の適用拡大が進み、後藤は司会に身体を委ね、1946年10月21日に辞職が承認された。文芸に親しみ、短歌は奈会に属し、俳句は高浜巨子の弟子であった。ありがとうございます。